おはようございます。お互いにそのメリットというか、あるんだったら本人がやる気があって戻ってきたい、やりたいって言うんだったら全然頑張れって、まあ、このままじゃ納得あんまりできないですけど。おはようございます。今例戻ってくるのはどう思った？二人はもう喋ってくれてるから。あ、喋ってる。戻ってきた感想か。あ、来て、うん、来てどう？僕最初はもう大丈夫かなと思ってたんですけど、うん、竹ひろさん、うん、接してる感じとか見てるとなんかいい感じでやってるな。あれまだお前らがあんまり力ないでしょ、やめてくれると思うんだから。まあそれは一回でも全然見せたし、あ、普通に喋ってる。なんで竹と喋ってるの？まあ、一緒の現場に多分翔さんがしてる。あ、そういう竹がやりやすい人かな。そうですね。あいつか、やっぱあいつの優しさだ。一回現場にも来てもらったんですけど、あ、もっと動く。ご飯どう？僕、まだおはよう、お疲れしか喋ってないです。なんで普段喋らんの？飯でも行くか。なんか来てる。結構僕ら、僕帰ってきてからみんな今度いないの。早く帰ってくる。ああ、そういうこと。今ちゃんとみんな帰ると思う。まあ、最初だけ偉そうなとこ触るけど、ちょっと僕だな。この動画違う動画だけど、お前散々わじゃわじゃやった後にな、シリアスな顔してるけど、俺もう普通に YouTube 慣れしすぎだよな。もう性格がもうよくわからないから、お前どうだとか言って、お前どう思うんだとか言って、お前どうだ。あのレインが帰ってくる、帰ってきたでしょ。あ、昨日見ました。 まだ一緒に行ってないですけど、うん、僕も知らなくて、うん、まあそう納得しようみんな。ああ、まあそこは、まあ、俺は翔太に確認して、まあ翔太は戻してもいいんじゃないかって言ったら、そこはお互いにそのメリットというか、うん、あるんだったら別に、まあそうだ、僕は入ってないし。あ、トシ君、トシ君、ちょっと時間ある？レイ戻って行きたいでしょ。どうって言う？あの動画でしか変わってないんで、マウント、はい、変わってもじゃあ納得しよう。全然本人がやりたいけどやれない。ああ本人がやる気があって戻ってきたい、やりたいって言うんだったら全然頑張れって。だって僕も初日の日朝ですか、待ってみて、あ、どうしたとか言ったら、あ、戻りましたって、お、そうか、じゃあ頑張れよって言って、ああそうかそうか、はい、ああ翔しか知らんもんだよ。はい、ありがとう。はい。あんまり取れたくないな。レイと現場の中へ来た、戻ってきてたんです。どう戻ってくることにはお前納得なの？まあ納得、まあ戻ってくるのはいいんじゃないですか。今後じゃないですか。うん。話して一生懸命頑張れば遊んでいいんじゃない？お前何？リーが帰ってくることは納得なの？はい。で、お前が一番不機嫌。動画どうかだいぶ叩かれとったんですよ。普段のカンタさんと違ってかっこいいとかコメントもめっちゃ来てたよ。こんな切れるんだとか、こんな大きい声出るんだとかも言われてた。マジで？そう、まだ納得ない。まあ別に戻ってくるのはいいけど、その今後のなんか戦いよりお前がオブラートに包んどるやん。あれがあれ次第じゃん。なんか戦いたくない。ここ言葉めっちゃ選んでる。狙っとんなでも。狙ってないです、狙ってないです。はい、ちゃんこのままじゃ納得あんまりできないって言ってないです。納得してない、してないです。おー、ちょっと3回ぐらいリピートできる。カンタさんが納得してません。カンタ納得しず、納得あんまりできないって言ってないです。納得あんまりできないって言ってないです。納得、あんまりできないって言ってないから。やばいよ。また、やばいよ。前は、どうなの？来て頑張っとんの？山は一緒に行ってないんで、納得見えるんで。まあ、ちょっと様子見たね。そうですね。どう？来て。2日目？はい。どう？仕事を一緒にしてたんで。今、あの、評判は？ここ言わないと多分いい。まあまあ、まずやってみろか。まあまあ期待しずに、まあ、とりあえずは竹につけて。なんで竹につけた？竹80万。あんまり飲んでます。
じゃ言い方悪い。まあ悪いよ。いやさっさだろお前。今日恥ずかしくするってやめろってよお前。ほぼ外部だったんで外部入れれんじゃない。ああ入れるか。お前彼女もなんで今日来たけどお前。今日来るって。出て出て。お疲れ様です。はい、こんにちは。あのレイ君が戻ってきて2、3日ぐらい、はい、どうかみんなに聞いてこいって社長が言ってたんですけど、はい、どうですか。みんなとの感じとかあんな事件の後で。まだみんな気にしてないんだよ。タケさんとか特に気にしてなかったっすもん。現場行った時も。どうですかレイ君的には。まだちょっと気まずいなって。そう戻ってきたばっかりなの。気まずさ。俺みんなに言ってなかった。戻ってくるってこと？いや多少話したけど、いついつかもちろん裏話しない。そういうこと。そんなみんなびっくりじゃんけ。え、なんでも。それこそレイ君君。みんなびっくりしないだろ。あ、レイいたのみたいな感じだった。あ、レイみたいな感じだった。でもなんでみたいになるじゃないですか。そんな急に戻いたら。別にどうもならないでしょ多分。いや、リュウジさんはただ感情がないからそうかもしれんけど。みんな感情ないよ、これ。なんかそういうの、だからどうでもよさそうじゃん。いや、レイ君もそれこそ気まずいですよね。レイだけに気まずいですよ。別に。気まずくなる気もない。カンタさんの一言も喋ってくれですもん。一言も喋ってくれ。あれ今も音が決めるんだろ。今も、うん、戻ってきてからも。怖っ。マジ番長。一番の番長やん。本当に気まずかったの。もう確かに。いやでも戻ってくるのはあれだけど、ちょっと気まずさはありますよね、やっぱり。気まずいというか、ちょっとね、何かしら感情はある。覚悟はすごいですよね。いや、もうこれだったんだよ、多分どれも。違うとこ行くっすか、うん、朝、こいつが戻ってきた日、俺とパッと目が。ニヤニヤしながら全然決まったもないやん。全然もう何で喋っていいか分からなかったんだよ。まあでもちゃんとこうみんなのところにこう一人一人またこうお願いします的な感じで回ったから、うん、まあ、その辺は偉いな。カンタさんもなんか喋ってください。いやマジ一言も喋ってないですよ。さっきからまだ喧嘩しとんの。まだまだバチバチ。でもなんで遊んでるんですか。しかもいやくだらんの最低。戻ってきたおめでとうって言って。どういうことお前。おめでとうが一番なんだろ。変なやつ入ってくる。まあ失礼さまです。確かにそれはそう。やめ方変だけど。また同じやめ方したらもうやばい。でもなんでレイがまた芝浜に戻りたいと思ったのかな。1ヶ月ぐらい、まあ、向こう10回行って YouTube とかなんかで後悔とか、あの時やめんかとかみたいなのが。他に行くよりここに戻りたいって気持ちが出てきたからね。まあ、親父と兄貴は親父さんの一番のね。親父と兄貴にはどうやって行ったの。社長に電話する前に話したの。いやもう何も言わず、はい、ねえやばいじゃん。またまた電話来る。でまあ OK になったじゃん。 OK になったら話したの、はい、いやもう何も言ってない。え何も言わずこっち来たんですか。YouTube の人を見て死ぬってこと。おい、やばい。お兄ちゃんとお父さんの顔丸つぶれやん。丸つぶれなんだ。めちゃくちゃお兄ちゃんすごかったからな。結構巻き舌でしたからね。おい、お前これやみたいな感じで。お兄ちゃん、え、なるじゃん、見たらもう。え、またみたいな。やべ、俺あの時電話しちゃったからマジかなって電話来るかもしれないですね。じゃあ次はなんで電話かかってくるの。お前勝手に入れただろうなみたいな。無理やり入れただろうなって脅して、うん、お父さんびっくりだった。確かに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 。みんながね、お話しした。はい、しました。大盛り上がり。どうだった。でもこれ一生懸命やったの。じゃあ、まあ、レイ君帰ってきて、まあ、また次回ちょっとまた面白い話も続くと思いますので、社長また来てください。はい、お願いします。よろしくお願いします。せーの、どうするかな。
笑>